生質問があります。皆さんも小学生や中学生の頃にはこんな風に元気に素直に先生にわからないことは何でも質問する生徒さんでしたか？この番組では丹波市にお住まいのいろんな先生にスタジオに来ていただいていろんな質問に答えていただきます。どんな答えが飛び出すか楽しみですね。皆さんに代わって質問をするのはパンダのような体型でリベカという名前の私、パンダリベカです。それでは早速今日質問に答えていただく先生をご紹介しましょう。はい、今日質問に答えていただくのは丹波市広報の老舗店紹介のコーナーにも取り上げられた丹波市青垣町で明治から続く表具店太田海運堂の4代目太田義久先生です。義久先生、今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、こんばんは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。義久先生は4代目ということですけれども、幼い頃から将来は後を継いで教具のお仕事をしようと思っていらしたんでしょうか？いえ、全くそのつもりはなかったんですけども。違ったんですね、はい、じゃあ決心されたタイミングっていうのはいつ頃で、なんかこう動機っていうですか、そういうのはどういったものだったかお聞きしてもよろしいですか？はい、うん、高校卒業してからですね、なんとなく後を継いだっていうのはある、家業でしたからあったんですけども、はい、それから、間もなく、父親が体調を崩しまして、はいはい、でそれからですね、ちょっと助けにならない、なるように、していかないといけないかなっていうのはありましたので、はい、なるほど。じゃあお父様が体調を崩された時に、後を継ぐのは自分だと決心されたんですね。そうですね、はい、その時に2代目のおじい様は現役でお仕事をされてたんですか？そうです、父も祖父も、はい、一緒にやっていましたので、はい、じゃあそのお仕事をされてるお父様おじい様の姿っていうのは幼い頃からそばでご覧になってたんですか？そうです、仕事をしている横で、父親たちが使ってた道具をもう勝手に使って、はい、遊び道具のようにしていましたけども。そうですか、はい、じゃあ後を継ぐって決心する前からこう表具の仕事っていうのは身近にあったんですね。もう作業場が遊び場で、道具とか材料が自分の、工作の、道具の一つでもあったので、はい、どんなのを作って遊んでらしたんですか？もう学校の宿題なんかで、どうでしょう、タコなんかもね、当時でした、もう今はゲームなんかないですから、工作でタコ作ってくださいとか、本当のタコですね、お正月にあげる、はい、そうです、でそれを作るのに竹ひごを作るとかあるんですけどもね、それを竹やぶいって切ってきて、竹を切ってからそこから作ってました。すごいですね、もう一からですよね、はい、なんか今のお子さんたちは結構作るにしてもこうキットで一揃いになっていて、それを使って作るみたいなのですけど、はい、義久先生の小さい頃本当もう肥後で形を全部作るところから、そしてその、ね、タコにこう紙を貼るのはお得意でした？もう、はい、貼るのも、紙がありますし、軽くて丈夫な、和紙がある、わけですから、上等なタコ、はい、そうですね、で、のりもありますから、はい、もう道具は揃ってたということで、素敵ですね。それこそお父様とかおじい様ちょっと手伝ってくださったりとかアドバイスありました？ないですね。それはない、はい、ないです。じゃあもうご自分の想像力で作っていかれたんですね。いかによく作るかっていう時に困った時には、尋ねてっていうところで。なるほど、そしてよく飛ぶタコが作れました？作れました。はい、そうなんだ。もうちっちゃい頃からの英才教育ですね、ある意味。そういや、そんなことはないですけども。素敵です、はい、そしてそのお父様が体調を崩された後、
後を継ごうって決心されたっていうことなんですけれども、あの今は本当に立派にあの後を継がれて、地元の方たちのためにあの襖障子の張り替えはもちろんなんですけど、掛け軸、額装、屏風、ついたてなど、なんかあの表具のお仕事ってすごく多岐にわたって扱ってらっしゃるんですね。そうですね、あの普段やってるから当たり前のように感じてるんですけども、はい、地域が変わると、うん、襖専門でやってるとか、うん、それから掛け軸を専門でやっているとかいう業者さんですね、はい、そういうのが多いんですけども、うん、はい、もう田舎ですから、うん、その専門職では成り立っていかないっていうところもあって、うん、もう先代先々代から全ての表具っていう一括りで言われるものは全て作ってるっていうことです。すごいですよね、はい、なんかこうそれぞれに対してあの技術とか知識とか必要だと思うんですけどもね、それを習得することはやっぱり大変なことだったんじゃないんでしょうか。こうどんな風にして習得していかれたんですか。父親がまあ早くに他界しましたので、うん、襖に関しては、まあ、父親がいる間に聞けることは聞いて習ってっていうことがあったんですけど、まだまだ不十分なところはたくさんありました。で父親よりも、祖父の方がまだ あといてくれたので、はいはい、でもっと難しい、もっと難しいっていうのが掛け軸とか、うん、そういうものに関しては、祖父の方が、専門にやってましたので、うん、その方は祖父が教えてくれたっていうことがあります。だからいろんなものをされ扱われるんだけども、やっぱり得意分野があって、お父様は襖であって、おじい様がお軸とかの方だったんですね。そうですね。あの吉久先生は何がお得意なんですか。得意なものはそんなにないです。いやいや、じゃあきっとオールマイティーにお出来になるんですね。なるほどなるほど。あのなんていうんですかね、こう私たちがね気軽に表具店を訪れる機会っていうのはなんかあんまりないのかもしれないなって思うんですね。なんか例えばこう書道をされてる方とか絵画をされてる方、なんかそういうご趣味をお持ちの方にとってはこう額装するっていうことでね、その作品がより一層映えるからっていうので、その表具店とかにも行かれるのかなって思うんですけども、その点はどうでしょうか。はい、そうですね、まあ、書道をされている方なんかはもうよく、うん、あの表具のことをご存知で、はい、専門的なことも逆にあこうしてください、ああしてくださいという指示があったり、でその中で、こちらからもう一つプラスアルファで、うん、このようにしたらどうですかとかいうことも、あの提案させていただいたり、まあ、基本は、そのお客さんの、気持ちを受け取って、うん、でそれを損なわないようにはできるだけしたいとは思うんですけども、うん、なるほど。でもそうですね、そうやってあの趣味の方っていうか専門の方っていうのはとても細かいとこまでこだわられるし、やっぱりねすごい専門的な知識もお持ちですから、そういうお客様にこう対応しようと思うっていうか、はい、よりそのプラスアルファのおすすめをしようと思うと吉久先生大変ですよね。いやすごく大変です。いや、ね、もう逆に、うん、あのなんで知らんのって言われることもそうですありますから、その時は怖いですね。もう本当になんかこう毎回がお勉強ということなんですね。そうですね、はい、で知らない時のパターンで言うと、もうどうしてももう知らないものは知らないので、逆に変に、嘘をついてしまうといけないですから、後から、うん、あのこのように調べ直したら、あのこういうことがあったので、うん、このようにしましたっていうことをできたら提案したいなというふうに、はい、心がけてはいます。なるほど。本当になんかこう一つのお仕事をするのに対して、その本当に技術だけじゃなくて本当専門知識が必要なんですね。そうですね。 でも吉久先生はそうやってすることをとてもお好きなんですか。
苦しいばっかりですけどね。出来上がってから、うん、そうですね、お客さんが良かったって言ってもらうともうホッとするんですけど、またそれ次のスタートが、うん、もうスタートして始まってますので、うん、いつも、はい、もうドキドキしてますね。なるほどね、はい、吉井さん先生のお仕事、こう職人のお仕事っていう風に言っていいのかどうかよくわからないんですけども、そのもう職人さんのお仕事っていうのは本当にこう積み上げて積み上げて積み上げてっていうことなんですね。そうですね、はい、もう自分が知っているものだけでなくって、他の、情報も自分の仕事以外の情報も知っておかないと、和室っていうのは、いろんな職人さんが手掛けられたものの中で、はい、掛け軸であるとか襖であるとか、うん、そういうものが立ったり掛けたりされ、してますので、まあ、左官屋さんが壁を塗られたであるとか、うん、大工さんが木を選んで、建てられた、作られたものっていうの中でいかにうまく調和できるかっていうのは大事かなとは思います。なるほど、もうなんか総合芸術ですね。やっぱりみんなが合わさっていいものが完成するんですね、はい、もう建築がそうですよね。はい、そうなんですね。さてここでですね、一息入れていただこうと思いまして、あ、吉久先生のリクエスト曲をねここでおかけしてもよろしいでしょうか。はい、お願いします。ザ・イエローモンキーのダンダンをご紹介したいと思うんですけども、今日は吉久先生に持ってきていただいたので、はい、ありがとうございます。それで吉久先生、この曲に対する何か思い出とかありましたらご紹介いただけたら。いや、そんな思い出ないですね。特にはないんですけど特にはないけれども、なんとなく聞いてたらすごく楽しいのかなとか、はい、なるほど、まあ、で思い出っていうのは、まあ、昨年、うん、はい、はい、うちの奥さんと20周年だったので、はい、その時にたまたまかけた曲が聞いた曲がこれだったかな、じゃあ奥様との思い出の曲ということで、皆様、まあ、恥ずかしいですけどね、お聞きください、はい、ザ・イエローモンキーでダンダンです。吉久先生のリクエスト曲、ザ・イエローモンキーダンダンをお聞きいただきました。今日は丹波市青垣町で明治から続く表具店、太田海運堂の4代目太田義久先生にお越しいただいてお話をお伺いしています。先日丹波市貝原町の西楽寺で開催されていた特本行者展にたくさんのお軸が飾られていましたけれども、その中には吉久先生が表彰された立派なお軸もありましたね。あ、お世話になりました、ね、はい、で私思ったんですけどね、お寺の本堂のような大きなスペースだと立派なお軸も生えますけれども、最近のお宅はですね、洋室が中心となって床の間がないようなお家もありますよね。そうですね、ですからこう襖や障子なんかもちょっと数が少なくなってきてると思うんですけども、おじい様とかね、お父様がお仕事をされていた時とはお仕事の内容っていうのは随分変わってきたんでしょうか。はい、もうかなり変わってきていますね、うん、建物の様子内容っていうのか、壁で仕切られるようになってきてから、うん、昔は縦具で部屋を、境をね作られてたんですけども、そういうところから、私たちが作るものが、まあ、なくなってきたっていうことはあります、ね、そうなってくるとやっぱりこう技術とかがこう衰退していくっていうか、こう維持していくこともなんか難しくなってきますよね。そうですね、高齢化してきている職人さんの高齢化がありますし、それから廃業、あ、もうお辞めになる、はい、なる方もありますので、父とか祖父とかの時代から比べると、兵庫店さんの数っていうのはもう全体的に見ても全国的にも少なくはなっています、ね、でもずっと続いていってほしい技術ですよね。そうです ね、はい、吉久先生ご自身はですね、一級技能士の資格とか兵庫の
指導員免許もお持ちで、5年前には県知事から兵庫の匠の認定も受けられていらっしゃるんですね。はい。ねえ、そして古書画修復の技術もお持ちっていうことなんですけれども、それはどういった技術なんでしょうか。どういったって分かりやすく言えるか心配ですが、はいはい、書であるとか絵画であるとか掛け軸で、はい、まあ、普段使うのは扱っているのは掛け軸なんですけども、はい、そういった古いものが、劣化していくスピードがだんだん速くなってきます。古くなってくると、今まで100年劣化したものがこれから先50年はもっと早く、悪くなる。傷んでくると、いい状態である時と比べると、劣化のスピードはだんだん速くなっていくんですね。だんだん悪くなっていくんですね、はい、でそのスピードをいかに遅くしてやるか、で延命治療じゃないですけども、いかにその、書であるとか絵画を今後長く伝えられるように残せるかっていうことが修復であったりとかします。なるほどなるほど。そういえば古い書はなんかこう字がちょっと見えにくくなってこう、うっすらなってきてるようなものを蘇らせるっていうことなんでしょうか。はい、そこはまたちょっと、間違った捉え方をされるとあるんですけども、蘇らせるとか修復してってなってくると綺麗になるって思われる方はあるんですが、そうじゃない。過失って書き加えていけないんですね。はい、それは修復ではない。ないですね。書き加えると、人の手が加わるので、作者以外の人が手を加えると、もうその値打ちは下がってしまいますので。なるほどなるほど。もう今現状で傷んでいても、今の現状がもう最高の状態なので、それから以降は、もうその今の状態をいかに長く残せるかっていう。ことですね。なるほど、それが古書画の修復ということなんですね。私はそのように考えています。なるほど。でその技術を生かすっていうのは私たちは例えばどんなことをしていただけるんでしょうか。汚れたって、線香お仏壇のある部屋っていうのは床の間がありますよね。よく想像していただけると思うんですが、そういう線香であるとか埃であるとか、日焼けしたとか茶色くなったっていうものであると、漂白って言って、言った方が分かりやすいかなと思うんですが、漂白してるように白くその茶色くなっているところを洗い流すであるとかで、あとはですね、以前魚拓をね、持ち込まれた方がいらっしゃって、で筆ペンで、何センチの魚、何グラムとかって書かれて、その数字を間違えたんですけども、これ消せますかとかですね。で、ボールペンで子供が落書きしました、マジックで落書きしましたっていうのはこれ消せますかとかって言われて、で、薬品を使って、どうにか消せたっていうこともありますので。なるほど。最近ですと、その美術館のものとはまた違った、一般の家庭でですと汚れたものを、きれいにするっていうことも修復の一つではあります。なるほど。じゃあお家にある、おじいちゃんとかおばあちゃんからずっと伝わってきているお軸とか書きようかなと思ったけどちょっと汚れているわとか、あ、ここちょっと破れてるとか、じゃあこれのままだったらかけられないわと思った時にご相談すると何かいい具合にしていただけるっていうことですね。100% の返事はね、もちろんできないんですけども、できるだけ、この希望に応えられるようにはご相談をできたらとは考えています。ちょっとなんか身近に感じられるようになりました。そうですか。そして先ほど学装のお話が出たんですけども、趣味の方、絵画とか書道とかされている方じゃなくて、こうお子さんたちが描かれた絵とかも学装するとかっこよくなるんですね。そうですね。
子供さんの描かれた絵っていうのは、うん、もうその時に可愛らしいものを描かれて無邪気に描かれてするものはもう今でしかないっていうふうに大事にされる、うん、まあ、お父さんであるとかお母さんであるとかいらっしゃいますので、うん、それをあの額に入れて、でシワになってるたるみがあるっていうのは裏打ちっていう作業があるんですけども、うん、はい、で後ろからあの和紙を当てて、糊で糊付けして和紙を当てることによって、うん、強度が出ますし、でシワとかたるみがなくなってシャキッとしますので、うん、で額に入れたりする時も綺麗な状態に収めることができます。なるほど。だから子どもさんが描かれた絵、ね、大概くるくるって丸めて、ね、どっかに置いているので、はい、ね、ちょっとこうなんかこう丸めたシワとかが残ってるから、はい、でもそれはきれいに伸ばしていただけて額に収めていただける、はい、そうするとこういろんなところに飾って楽しめるんですよ ね、 そ う、 すね、はい、そういうのも一つの価値かなとは思いますね、うん、そうですよね。せっかくいいものがあってもあのしまったままだったらね、はい、楽しくないですもん ね、 そうですね。もう思い出もまあ残していただけてって思います、ね、本当に。なんかちょっと表具のお仕事が身近に感じられるようになってきたんですけれども、どうでしょう、なんか他にね、あの表具のお仕事、実はこのリスナーの皆さんにもいろいろと役立ててもらえそうな何か良いワンポイントアドバイスがあったら教えていただけると嬉しいんですけど。難しいかなと思うんですけども、はい、うん、あのまあ、先ほどから、ね、話しているのに、うん、まあ、あの長く使っていただくとか、ええ、今の状況、うん、体を長く、保存できるっていう意味では、はい、うん、掛け軸なんか巻物なので、はい、どうしても、シワが入りやすくなるって思われるんですけども、はい、扱い方によっては、うん、うまく使えますので、シワをつけない、折れないようにするとかですね、はいはい、そういうのを気をつけていただけたらと思います。それはどうすればいいんでしょうか。まず掛けるときは、高いところについているフックですね、うん、はい、まあ紐をかけていただいて、うん、かけてから下ろしていただきます。なるほどなるほど、の、ね、あの伸ばした状態から畳の上で開けない。そうですそうです、畳の上で閉じない、はい、で伸ばした状態で無理にかけていくと、シワになりやすいので。なるほどなるほど。シワになった折れたっていうところからはもう破れの原因になります、うん、そうか、シワをつけないっていうことが大切なんですね、はい、で、あとはですね、うん、湿気ですね、うんうん、紙と木と布でできていますので、どうしても湿気に弱いので、うん、はい、湿気を含んだ状態で箱に入れないとか、うん、で一旦箱に入れてしまっても乾燥した日に一度陰干しをしていただくと、うん、それであのだいぶ、状態がよく保存できます。なんかその和紙で作られているから、なんていうんですか、生きてるんですかね、繊維が。繊維は長いですから、うん、あのやっぱり丈夫ですよね、うん、はい、もうそこはもう紙すきの、職人さんの技術がすごいかと思います。なるほど。そして今日ね、吉久先生がなんか素敵なものを持ってきてくださったんですけれども、これですね、香木、はいはい、それはこれはどのように使うといいものなんでしょうか。あ、もうあの、はいはい、防虫香なので。今何とおっしゃいました、お樹香、防虫香、防虫香、ごめんなさ い、 すいません、はい、早口で申し訳ないです。で防虫香、はいはい、はい、虫が来ないんですね、はい、で、うん、よくね、あのこれをあの知らない方は、うん、衣類の、はいはいはい、ありますあります、はい、防虫香を入れられたりするんですけども、はい、できれば、これを使っていただいた方が、なるほど、これはそのいいかなとは。お軸とか、あのそういう書道のものとか、はい、専用に作られております。あの額装したまま入れといていいんですか、直すときはどうしたらいいんですか、これを使うときは。掛け軸でしたら箱の中、あ、はい、で額装でしたら、裏蓋外していただいて、はいはいはい、そこに入れるんですね。そこに入るスペースがあればそこに入れていただくとかですね、はい、すごい。この素敵なのを実はリスナーの皆様に吉久先生が持ってきてくださったので、欲しいなと思われる方は、そうですね、ファックス 079578-9832 番か、リクエスト @tamba.info の方に、はい先生、防虫香と書いてご応募くださると
あ、15名の方にあの郵送で送られますのでぜひよろしくお願いします。いや、吉久先生の良いお話とプレゼントまでありがとうございました。ありがとうございます。今日ははい、先生質問がありますにお越しいただいたのは丹波市青垣町で明治から続く表具店太田海運堂の4代目太田義久先生でした。義久先生、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。皆様もお家にね、何かこれ額にしたいな、お軸にしたいなと思うものがあったらぜひ吉久先生にご相談ください。よろしくお願いします、ね、なんかこう素敵な額とかもお見立てしてくださるんですよ ね、 そうですね、お軸とかも、はいはい、ね、するとそれがより一層入るみたいですから、ぜひ楽しんでください。そして防虫口も入れてくださいね。本当にありがとうございました。ありがとうございました。